はい、どうも、榎木浅々です。今回はですね、こちらのアクロニウムのパンツの動画になります。それでは早速行ってみましょう。ブランド名がですね、先ほども言ったようにアクロニウムというブランドになります。で、アイテム名が P23ADS となります。この DS っていうのはですね、このパンツの生地にショーラー社のドライスキン素材というのを用いていることから DS となっていると思います。で、このドライスキン素材っていうのがですね、とても万能な素材でして、まあ、通気性と防風性があって、で、さらには撥水効果もあります。また、堅牢性、耐久性も合わせ持っている、かなりスーパーな素材となっています。で、私はですね、このパンツのサイズ S を購入しました。で、まあ、サイズは XS から展開されてるんですけど、アクロニウムって海外のブランドだからなのか、日本人は XS とか S のパンツを買うこと多いんじゃないかな、っていうふうに思います。で、この人がですね、そのブランドを作った人ですね。日本語読みだとエロルソン・ヒューっていうんですかね。2002年にドイツで始まったブランドになります。で、このアクロニウムは、テック系ファッションの、まあ、いわば最高峰とも言われていて、まあ、機能性、デザイン性含め、また、まあ、価格もかなり最高峰じゃないかなと思います。はい。で、まあ、アクロニウムどんなアイテム出してるのっていうことで、まあ、この左にある J1A っていう型のジャケットが一番有名かなと思うんですけど、正面に大きなポケットがあるタイプですね。スマホが袖口に収納できたり、ネオジム磁石で、いわゆるその AirPods とかを首元にくっつけたりとか、そういった機能性のアクロニウムの特徴とも言えます。はい。あとはカバンだったり、あとはナイキとコラボして靴を出したり、結構いろんな方の靴を出したりしてますね。パンツもすごくファンがたくさんいて、こういった股が深いパンツもすごく人気があるんじゃないかなと思います。最近で言うと堺とコラボしたアイテムも有名ですし、パソコンを出したりもしてますね。あとこういった右の写真のような、いわゆるネックゲーターっていうんですかね。こういうなんか異質なアイテムも出してるんですけど、こういうのも結構人気があって、日本のセレクトショップなんかで即完してたりしますね。はい。で、私が現在持っているアクロニウムのアイテムは、ジャケットで言うと、この3つですね。左から J43AGT で、真ん中の J47GT と、右の J79TSGT になりますね。はい。で、パンツはというとですね、今回この紹介する P23ADS が、初めてのアクロニウムのパンツになります。はい。で、このパンツの、特徴的なのは、これまず、ドローコードですね。ベルトループなどはなくて、このドローコードでウエストを調整するっていう形になってます。はい。次の特徴として、まあ、ポケットがたくさんあるっていうことなんですけども、はい。まず、あと、普通の、なんていうんですかね、いわゆるズボンについてるポケットもありますし、ここに、小さいスマホとかがちょうど入るようなポケットが一つあって、このフラップタイプのポケットですね。ここは、ちょっとすいません、見づらいかもしれないんですけど、まあ、ジップで開封するような形になっていて、こっちの外側にもですね、ジップで、開封するようなポケットがついています。はい。反対も同じような感じですね。はい。で、ここの、なんていうんですかね。スヌの部分は二重な構造になってるんですけど、何か、まあ、取り外しができるわけではありません。はい。足首の部分はですね、こういう風に絞んでいて、ここ素材になっていて、キュッと、まあ、足首をホールドするような形になってますね。で、後ろにもはポケットがそれぞれ1個ずつあります。はい。前の部分はジップになってます。はい。このドライスキン素材っていう生地はですね、撥水性があるので、こういうふうにですね、水を落とすと、まあ、水滴がダマになる。で、撥水しているのが見えますね。はい。なので、まあ、雨の日でも、まあ、染みてくることはなかなかないんじゃないかなと。なんか見てて気持ちいいですね。はい。はい。それでは、着画の方行ってみましょう。174センチ普通体型で S サイズを履いてるんですけども、
こんな感じになりますね。股上は深いんですけど、まあそんなに悪目立ちするようなフォルムではなくて、結構スラッとしたフォルムには見えるか。な感じですかね。はい、今回も動画のご視聴ありがとうございました。いいね、評価やチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。